ジジイなんて言わせないぞ。ジジイ言ってない、ジジイ言ってない、ジジイのラジオなんて言わせないぞ。何切れてんだ、ラジオだってジジイって。あ、よかった起きてた。もう寝るって言ってた。寝ないぞ、11時に寝るって言ってたじゃないですか。寝るって言ってたんですよ。やっぱ確かに言ったな、さっき、はい、ねえ、寝ないように頑張らないと。まゆみさんも意気込み言った、うん、まゆみさんもなんか言うの、はい、いやいや、じじい、2時間おしっこいけねえぜ。頑張ろうよ。僕はもう大丈夫なんだもん。言ったの、大丈夫、2時間悩んで大丈夫言ってきた。僕は強靭な膀胱になったんだもん。大丈夫だって言ってるでしょ。強靭な膀胱ですもん。そうです、その通り。前の私ではない。今日のブルックには骨だけだけど膀胱がついてます。骨と膀胱、骨と膀胱、骨があって膀胱だけなんだ。膀胱だけ、死んで膀胱だけ、死んで膀胱だけ。ブルック、これだけ大人が集まっているにもかかわらず、誰も進行をせずにフリーダムに喋りまくる皆さん、本当にすごいです。どこがすごいんですか。私は中学校3年生ですが、ここにうちのクラスの担任がいたら、黙りなさいと、ぶち切れてると思いますと中3から言われてるね。多分おじさんたちみんな担任より年上だぞ。そうだぞ。皆さん楽しんでますか。ブルック役の長です。ジンベイ役の放棄活動眠くなってきた。眠くなってきちゃった。まだ起きてます。起きてますか。かろうじて起きてます。あの、スマホのセキュリティをまゆみさんが一切やってないっていうあの話になった時に、はいはい、ほうきさんの声が心なしか少なかった気がしたんですね。もう寝てますかっていう。今ちゃんとね、自己紹介、大丈夫です。今の自己紹介録音か、起きてます。起きてます。ダニーの歌がかかってる間、あの、水飲んでむせてました。大丈夫ですか。大丈夫です。そんな気をつけて。なんだか今夜は、私も麦わらの一味になれた気分でした。代わりに中井を下ろす。ほら、すぐ入ったら一人降りなきゃいけない。俺の代わりに君が仲間だ。